ここに、子が、子をはらんでますので、これをまず取り出します。水の中につけてしまってください。ちょっと足がついても大丈夫です。ザルを使って、子供だけを下に落としてください。クマエビの子は細かいのでザルを通り越していきます。で、このいらない足とかがザルに残ります。そうしましたら、下に落ちた子をもう一回ザル越し、紙越しですね、紙越しして絞ります。すると、はい、子だけが残ります。これを、握りに使い、はい、この甘エビの子に下味をつけます。割り醤油ですね、割り醤油につけて味を含ませます。甘エビの皮を剥きます。甘エビの皮を剥きます。まずもう触覚はもう取ってしまってください。で、剥き方なんですけども、左手で甘エビをつまんでください。こういう感じです。で、3関節3関節で剥いていきます。あ、3関節2関節ですね。あと最初の3関節をぐるっと、これで3関節剥けました。で、次残った2関節を剥くんですけども、最後の関節は残してください。で、ここを、指でつまんで回しながら最後の2関節を外します。こういう状態ですね。はい、もう一度いきます。まず最初の、触覚を取って、まず最初の3関節、この時に頭を取らないように気をつけてください。で、次の2関節ですね。で、この親指を差し込みながらぐるんと回していきます。はい、最初の3関節、そして次の2関節、親指を差し込みながらぐるんと回して取る。はい、こちらも最初の3関節、そして次の2関節、親指を差し込みながらぐるんと回す。はい、最後の息です。はい、最初の3関節で、次の2関節ですね。はい、これで甘エビの皮が剥けました。お刺身で使うときは、このまま盛り付けて完成なんですけども、今日はお寿司にしたいので頭を外します。で、この中のエビ味噌が美味しいと言って、吸う人もいらっしゃいます。この頭とさっき剥いた殻は、唐揚げにして、塩でいただきたいと思います。はい、こちらが寿司で、こちらを唐揚げです。唐揚げにするときの注意点ですけども、この目の中に、水が入っているので、それが油に反応して爆発します。なので、ここから落としてください。で、ここに角があるので、口の中を怪我しないように、ここから角と目を一緒に落とします。ここですね。はい、これ
先ほど、下味をつけてた、割り醤油で下味をつけてた甘エビの方ですね。これをもう一度紙ごしします。はい、これで水気を切って、はい、準備完了です。まだちょっと水気が切れるのに時間がかかるので、しばらく置いておきます。はい、甘エビの殻です。片栗粉をまぶします。はい、これぐらいで大丈夫です。炒め物よりも多めの、で揚げ物よりも少なめの油、ね、で取り込みます。油が跳ねるので気をつけてください。これで炒め焼きみたいな、ね、でも片栗粉が油の中に溶けていって油を炒めてしまうので、油が持ってないです。下味も弱火から調節していきながら、香ばしく揚げ焼きしてください。油の方に旨味が移って、油の方が美味しそうです。ヘビ油を作ってドレッシングとして、生のエビにかけるととても美味しいですね。ヘビが持ってる旨味を全部食べさせて、なっておきます。それから一回ザルに当てて、で余分な油を切ってから、で空入れします。でこの空入れしてる時に味をつけてしまいます。味はもう塩のみで、エビの旨味があれば。はい、試食してみます。はい、うまいです。はい、甘エビを握りにするときは、甘エビの背中の方から、包丁を入れて開いてください。
背中の方ですね。背中の方から包丁を入れて開く。甘エビも淡白なネタなので、わさびは少なめです。寿司の握り方の詳しい説明は別の動画で、説明しておりますので、そちらの方をご覧ください。